そう、かわして頭の位置を変える練習。そうそうそう。で、そう、スウェーしたりダッキング。そうそうそう。入れ替えて、そうそう。それを、そう、ぶつからんような感じで。そんな感じ、そんな感じ。で、手だけ、顎より下に下げんように、手のガードだけ。そうそうそう。そんな感じでスウェーしても、おお、いいね。そうそうそう。で、ターン入れたり、おお、いいね。そんな感じ、そんな感じ。うまいな。そう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 。ナイスタッキング。で、もう一回頭入れ替えるとか。一回、二回って感じ。一回頭を入れ替え、おお、いいね。それでもいいよ。そう、入れ、おお、ナイスね。おお、いいね。ちょっと掴んだ。うまい、うまい。そうそうそう。そうするとちょっと感覚つかめることない。あと、手だけガードより下にならないよね。手気をつけてもらって。ナイス。そう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 。いいよ。で、そう、スウェーして、余裕出てきたらそれにシャドーボクシングみたいな感じで、そうそうそう。避けて、バグが行ってる間にジャブとか、いろいろこう組み合わせていく感じかな。そうそうそう。そんな感じ、そんな感じ。アッパーとか、何でもいい、何でもいい。そう。余裕が出てきたら、そういう感じ、そういう感じ。慣れてきたら、そんな感じで。避けて、打つ、避けて、打つ、みたいな。そう。で、また避けて、そうそう、そんな感じ、そうそう。そうするとイメージつくやん。普通になかなかイメージがつかんっていう人も、そういうので。避けて、打つ、そう、打ったら打つ、みたいな。そう、打ったら来るからね。そうそう、避けて、打つ、そう。で、場所変えたり、そんな感じ、そんな感じ。うまい、うまい。いいね。そう、ターンしたり。さっきのも起き上がるときにアッパーとか、どういうふうでも。そうそうそう。いろいろ組み合わせ。しゃがんで起き上がるときにアッパー。いやいや、まあ今日初めてやしな。難しいよな。そうそうそう、いいよ。前前。そう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 、いいね。そう、ターンして。そういう感じの感じ。うまい、うまい。おお、いいね。なんかできてきた。オッケー。